ロレックスの創始者ハンス・ウィルスドルフが英国での販路拡大のために作ったブランドチュードル、完全防水のオイスターケースをはじめねじ込み式リューズなど、ロレックスの洗練された技術と高価で質の高いパーツをそのまま流用し、高いクオリティを持たせたブランドです。イングランドの名門チューダー家の名を冠したブランド名と、イングランドの紋章バラをトレードマークに鮮烈なデビューを果たしたこのモデルは、高貴な佇まいと端正なフェイスから多くのアンティークファンに親しまれています。近年では英国調のファッションブームにも合わせて人気は急騰、入手困難となりつつあるブランドです。こちらはバラチューを代表するデカバラのプリンスオイスターデイと自動巻きの時計です。ダイヤルはスタイリッシュなアイボリーダイヤル、ダイヤルトップのバラアワーマーカーとして配置されたアプライトの鎖型インデックス、視認性の良いドルフィンハンドなど、デカバラの魅力はその端正なフェイスバランスにあります。懐かしくもあり現在でも色褪せないその独特のテイストが今また人気となっている理由でもあります。カレンダーはブラックプリントです。ケースは SS のロレックスオイスターケース、遠目からでも一目でロレックスと感じさせるフォルムです。ベゼルは珍しいエングレーブベゼル仕様、ねじ込み式のリューズにはロレックスのクラウンマークがあります。裏蓋には独特書体の文字が刻まれているのもこの当時のデカバラの特徴です。ブレスレットはロレックスの3連カシメブレス、巻き盤タイプのシンプルなブレスレットです。共に同年代を過ごした廃盤のブレスレットになります。バックル部分がリベットブレス用のものが装着されています。英国調のスーツなどに合わせてもぴったりフィットすると思います。この時計の詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。